してます、させてもらってます。マジ口の色ないんで今。そう、インスタライブだと多少別にメイクってか口塗らなくてもあのエフェクトでかけてくれるんだけど、これはマジなんもないんで。声のトーンはだいたい夜はこれぐらいです、いつも。インスタライブそうできないの、みんなのコメント、なんかライブは別できるし見えてはいるんだけど、みんなからみんなのコメントが流れてない状態だから、普通になんか自分一人で配信してるみたいな。ショールームやとさ顔出ししないといけないからめんどくさいよね、すっぴんだし。眠たい。なんか今日は不機嫌で終わってしまったんでショールームを。ちょっと発散しました。動画見たのと泣きました。泣いたらすっきりした。おいマジなんかいろいろあったら絶対泣くわ。なんかその自分が嫌になって泣く時もあれば、自然と出とる時もあれば、あとはあの何かを見て涙を流す。あの本当にもう耐えれん時ってさ自然と涙出てくるじゃん。 あのタイプと、あのわなんか今日ちょっとだるいなみたいな、なんか特に何もないけどちょっとなんか泣いてすっきりしたいなって時は悲しい小説とか、まあ、動画とか見て泣いて発散する。なんか飛んでない？後ろ。気のせいか。うん、多少すっきりした。そんな、言うてそんなボロボロは泣いてないから大丈夫。ポロッくん。眠たい。泣いたから眠たい。でなんかね、そのいろいろ重なってイライラしてたのもあるんだけど、なんか昼間ってか夕方のコメント欄で、なんか自分で決めたことなんだから両立頑張ってよみたいな言われてカチンときちゃった。何も知らねえくせにと思っちゃった、ごめんなさい。ちょっとなんかいろいろあれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけないってなってて自分の中でね今で。ちょっとなんかそういうコメントに反応し、あ反応ってかあの反抗しちゃった、申し訳ない。 いつもだったらいやそうだよねありがとうとか言うんだけど、ちょっと自分に余裕がないときそうなっちゃうんですよ私。
これは自分のいけないとこだと思ってるんですけど、人の意見を素直に聞けないところ。まあでも実際みんなにも分かんない部分もあるわけじゃん、私のプライベートのことなんて。私がこうやってショールームとかで今日学校でこういうのがあってこういうのしたんだよねって言ったら、ああこういう活動今やってるんだなってのは分かるけどさ、いや全然あの言った方が悪いとか言わなくて、ただ単に多分私があの自分のことを思い詰めたじゃないけど、あのああもうあれもやだこれもやだってなってて、ちょっと心がすさんでました。申し訳ないです。あ目がクラクラする。なんか最近配信この時間配信してたらさ、なんか頭がめっちゃボーってなるんだよね。最近押し始めました。えめっちゃごめんなさい、こんなあ最悪だ最近押してくれたのこんなすっぴんのドブサイクな配信してもってる、ごめんなさいまったく女子力のかけらもない姿です。今申し訳ない。そう、マジ顔色なくて、あの背景とさっき配信始める前にさ背景と同化してて、自分の顔が土かと思った土かと思った、マジで顔色なさすぎて、マジ人って顔色大事なんやなってやっぱ思った。河野さん、クマのぬいぐるみありがくま。河野さん、クマのぬいぐるみありがとう。なんでスイちゃんだけインスタライブコメント見れなかったの、なんでだろう、やりすぎた。お前は最近毎日やってるからちょっと控えろって言われてるのかも、公式に。ごめんなさい。マジで設定とかいじってないし、アプリもアップデート入っとんかなと思って見たけど、そういう感じじゃなかったし、さっき再起動して携帯をねもう一回つけてやってみたけど結局見れなかったから、多分不具合なんだと思う。セリ様さん、クマのぬいぐるみありがくま。セリ様さんありがとう。なんかでも結構2日前とか1日前昨日とかにあのなんかインスタが不具合で見れませんみたいな、さっきツイッターで見たんだけど、インスタ不具合で調べて書いてる人いて、でもワイは昨日できたじゃん、だからなんかこうあれがあるんかも、見れる人と見れない人とかがいるのかもしれない。でワイは今回ライブができなくなりました。普通に投稿とかはねできてたのにね、昨日とかも。めっちゃ眠たい。あー明日の授業やだな、疲れる。でもさ、なんかログインとかしなきゃいけないじゃん。
ハロウィンギフトは20万ポイント貯まったらスイーツがもらえます。高級スイーツで自分で選べます。例えばまあ山形のさくらんぼとか、なんかそういう地方の名産物みたいなのを一つもらえます。顔死んでるインスタでやりたいんよ。やるならなんかショールームってまあ夕方もやってるしさ、毎日配信で顔出し、顔色ないのに顔出ししてもなとかね、眉毛もないし。インスタやったらエフェクトがあるからまだいいかなって、隠れるから。やめたい。なんかこっちはやっぱなんていうの、仕事感が強い。このショールームは充電が 10% しかない。楽以外で元気出る方法は、自分の好きな動画見たりとかかな。だからさっきも最近見てるあのクレイジーマグネットっていう YouTuber さんいるんだけど、女の子3人組のめちゃめちゃ面白くて好き爆笑してたさっきまで一人で。3人とも可愛い。あ、そう、フリーズした時は今だいたい充電のやつ。295日も配信してんのすごくない？前髪がほわほわしてる。嬉しいね。インスタライブしたいよ。前髪ほわほわ、マジで。なんで今日こんなほわほわしてんだ。お風呂上がりの最近こっちに分かれるんだよね。分かれてほしくないのに、できればこっちに流れてほしいんだけど、なんかこっちに流れる。だる。そうなんだよ、コメントないとさ面白くないじゃん。一人でベラベラ喋ってても反応見れないし面白くない。しかもこっちはさ
アイテムがあるじゃん。でアイテム投げたらさなんかなんていうの、マジで仕事か。こっちは仕事で、インスタライブはプライベートみたいな感じ。ワイの目ってさ、こうなっとるよな。ちょっと釣り上がっとるっていうかさ、形的にはあの違う、目的には別にそんな釣り目とかじゃないんやけど、ちゃんと見たらちょっと上がっとる。で、そうだから目つきが悪く見える。眠た。今日ラジオ配信できないやん。じゃだる最近だるが口癖すぎてちょやばい。メイク、そう、垂れ目なんかそこまで垂れさせはしないけど、ラインちょっと垂れ目に描いてるじゃないと、多分普通にこのまままっすぐっていうか引いちゃうと普通に目つき悪くなっちゃうから。9%今嫌なんだよね、目つき悪いって思われる。でもね、気抜いたらマジこういう顔になっちゃうの。目丸こい人めっちゃ羨ましいなって思ってる。なんか何もしなくてもパッチリしてんじゃん。ぼーっとかこういう顔してたらなんか目つき悪ってなる。せいちゃんとツーショット会も